こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の F-15 戦闘機もアップデートが決定している中、米国では最新鋭の F-15 戦闘機の購入が決まった。そこで考えたんだが、アップデートもいいが、新規での導入の方が安くつくような感じもする。最新鋭のディスプレイモニターやデータリンク性能により F-35A 戦闘機との組み合わせで空を防衛できる高性能カメラやセンサー類、レーダーなど多岐にわたって高性能に生まれ変わる。では、注目の米国が最新鋭 F-15 戦闘機導入を決めた要因を詳しく見ていこう。まだまだ現役となる F-15 戦闘機どんな性能なのか気になってきた。かねてよりアメリカ空軍での採用の可否が話題となっていた F-15 戦闘機の最新鋭バージョンである EX が2020年7月13日に製造元であるボーイング社と同空軍との間で正式に契約されたことが明かされた。 F-15EX 戦闘機は現在の戦闘機としては珍しい複座タイプの機体であり、第4世代戦闘機として日本の航空自衛隊でも主力戦闘機の座を長年務めている機体の進化型との位置づけにあたる。しかし、この F-15EX 戦闘機の正式契約をめぐっては、現在進行形で調達中の F-35 ライトニングに戦闘機を優先すべきとの意見も根強く、まだまだ議論を呼びそうな決定だとの見方も多いようだ。まず、今回の契約では、8機の F-15EX 戦闘機が総額約1288億円という金額だと報じられており、これからの5年間で少なくとも76機の同機の調達が見込まれることが伝えられている。F-15EX 戦闘機のベースとなったのは中東、カタール向けに生産されていた F-15QA 戦闘機だと見られており、そこで採用されていた。フライバイワイヤ方式の飛行制御システムなどを備えるという。モトロンレーダーやセンサーなどの電子機器類も刷新され、電子専用システムも最新の仕様となり、各種の情報を一元的に処理できる。デジタルコクピット形式であると喧伝されている。開発・製造元であるボーイング社によれば、F-15EX 戦闘機は長大な航続距離による広い作戦範囲を実現し、兵装面でも最大で12箇所の空対空用のハードポイントを備えた機体だと公表されている。また、運用側であるアメリカ空軍の F-15EX 戦闘機は、今後退役を迎える F-15C-D 戦闘機の穴を埋める戦力とされ、ことに運用実績の豊富な機体の進化形であるために、長期の戦力化が可能だと評価されている。こうした開発、製造元である、ボーイング社やアメリカ空軍の様々な評価の中で、最も F-15EX 戦闘機のメリットとして考えられているのは、機体運用のランニングコストの低さだと見ることができる。これは、
最新鋭機の F-35A ライトニング2戦闘機の対応時間数は約8000時間であるのに比して、 F-15EX 戦闘機はそのおよそ 2.5 倍にも相当する約2万時間もの対応時間数を誇るとされているためだ。また、当1時間を要するコストも F-35A ライトニング2戦闘機が約4万5千ドルと言われているのに比べ、 F-15EX 戦闘機はその6割程度、約2万7千ドルの費用負担で飛行が可能だと試算されている。しかし、これらのメリットもあくまで現時点での状況に応じた試算結果である。この F-35A ライトニング2戦闘機の調達が順調に進めば、必然的にランニングコストも下がってくると指摘する声もあるようだ。こうした見方が F-35A ライトニング2戦闘機の有用性に疑問を投げかけ、代表的な意見であり、いかに最新の電子機器を装備したとしても今さら第4世代戦闘機を揃える意味があるのかが問われている。 F-15EX 戦闘機がF-35A ライトニング2戦闘機を物理的に大きく凌駕しているのは、兵装搭載量であり F-35A ライトニング2戦闘機最大10箇所、このうち空対空用は4箇所のハードポイントをはるかかにしのぐ。 F-35A ライトニング2戦闘機の最大の特徴であるステルス性を無視して、兵装搭載に重きを置いたとしても、空対空兵装は F-15EX 戦闘機の約3分の1にしか過ぎず、この点では F-15EX 戦闘機は確かに上回っている。こうした点を見れば、既存の F-15C-D 戦闘機の回収は不可能なのかとの考えもよぎるが、これには F-22 ラプター戦闘機をわずか200機弱しか導入せず、この時すでに延命措置を取っていたことも影響しているのだろう。もちろん対応時間数の問題が最も大きいとは思われるが、大規模改修に必要となるコストよりも機体を新造する方が結果的にはコストダウンにつながるのだとの指摘が多数を占めている。いささか陰謀論的な指摘ではないかと思いながらだが、こうした理由に加えて、アメリカ政府や軍がこのところロッキード・マーチン社に戦闘機需要を奪われているボーイング社を救済する意味もあるのかもしれない。これはある種適正な自国軍需産業の維持という政治的な立場と運用側の軍との落としどころとしての思惑が F-15EX 戦闘機の正式契約に込められているのではないかとの憶測に過ぎないが、どうだろう。ボーイング社では日本に対しても航空自衛隊が保有する F-15J 戦闘機について近代化改修を施すことができるとアピールしてきており、他の F-15 保有国にしても同様の動きを見せている。
ここでもメリットとして訴求されているのは、既存の F-15 戦闘機用の設備インフラが転用可能だという点であり、新型戦闘機の分野で、ロッキード・マーチン社に水をあけられた同社の必死の生き残り策のようだ。